この地図に示しましたものは16世紀のモンゴロイドの分布図であります。大きくアジアモンゴロイド、アメリカ、南北アメリカのモンゴロイドがあり、中央アジアからシベリア、それから東アジア、日本列島、南北アメリカが16世紀の段階で、まあ、モンゴロイドのという特色を備えた人たちが、まあ、多く住んでいた地域ということになります。